今週末から順次再開を迎えるサッカー J リーグ東京都を拠点とする3チームが勢ぞろいし小池都知事へリーグ再開の報告を行いました今後も2週に1度の PCR 検査を行うなどウィズコロナが求められる中互いの協力関係を改めて確認すると最後は笑顔でグータッチ異例のシーズンへ覚悟を持って臨みます チーム、選手、スタッフ一丸となって、都民の皆さんに元気と勇気を与えられればいいなというふうに思っています。